七五三、ちゃんとしたね七五三じゃないんだけど、ちょっと軽く氏神様に行こうかと思ってますね。そして今日はそこまでちょっと GoPro でハイパータイムラプス撮ってみようかと思います。いくよ、これでドイーンって。大丈夫かんちゃん、頑張れ。あったかいね、夏みたい。うん、とても11月とは思いませんね。到着。アンちゃんはね、ハワイに行ったのがね、6ヶ月の時だったので、七五三をしてないんですね。Yes. 花もやってないな。花やってない、一回もやったことない。そう。だって花はちっちゃい。ちょうど行ってた。で、大勢が、5歳の時にやった感じですね。パンツが後ろ前だった。大勢のズボンが後ろ前だったというやつだね。おおすごい、おおすごいじゃん、すごい、できるようになったんだあんちゃん。あんちゃんおめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとうっていうのかな、おめでとうでいいの。ありがとう、ありがとういいね、ありがとういい。よし帰るぞ。急遽いつもの 2.7 に行くことになりました。これでしょ。いただきます。いただきます。いい直す、うまい、ね、量が細い、めっちゃ高いんだけど大好き。職人カツ簡単におしゃれ。いただきます。うまかーは天うまかー、ちょっと薄い、やばいぞ、やばいぞ。はい、あまりもね回線が遅いのでニューロンに乗り換えます。 J さんがねあまりにも遅いんですよ、切れまくる。そしてピコちゃんが最近ピコちゃんというようになりました。はい、ピコ、ピコちゃん、ピコちゃん静かになると言ってくれません。でもマジで言ってんだよ本当に。なピコ、ピコちゃん、ピコちゃん、ビビっている、なんか向けられてる、ピコちゃん、ピコちゃん、めっちゃ緊張してる。かわいい、あらほら、音楽鳴るとピコちゃんって言うんだけど、カメラ向けるとこれが、おー静かになっちゃう、向けない、
ほら、カメラないよ。ほら、泣き始めた。ほら。ほら、ピコちゃんって言った。受け取りました。あの玄関の前。はい、ありがとう。さて、夕方なんですけどね、大勢が海で波がないんだけど特訓しているので、みんなでチェックしに行きます。あら、すごい格好です。今日は今年サンダル最終日か、もしかしたら夏日だけどサンセットの時間は変わらないんだよね。当たり前だけどね、日が短くなりました。どう？いや、アホなんだ。おう、なくなっちゃった。めっちゃ影が長い。いいね、すごい綺麗。今日は夕日が綺麗かもな。あ、来たぞ。行け。ふう。あんちゃん撮影中。ウェブコンテンツを撮影してます。あの、とあるブランドのコンテンツをずっと作ってるんですけどね成立、今回の企画が成立しないんじゃないかっていう説今日はですね、25度まで上がった夏日だったみたいですけど、最後の多分ね、今年サンダルデーなんじゃないかなと思いながら、うちとしてはあんちゃんの七五三ちょっと軽く行ってきました。子供たちの成長はあっという間でございます。いや、でもこうして元気でいてくれることが何よりです、うん、ありがとう。我が家の元気印だね、うん、ということで、ハロットなスピックでやすげんせいりょう、こいつなんちゃねー。